君を探してあの街で彷徨い歩いた夜の道、受話器越しに聞こえた声がなぜかとても気になったの。見つけた君は赤い瞳、何事もない日々話にして、黒い沼に沈む君を放って置くわけにはいかない。いつか16の鎖を解き放ち、備えた塞げないと、そこに見てた体の重さも6分の1。君が抱えてく悲しみが少しでも軽くなればそれでいい。いつかそこに君を連れて行くよ、16の外へ。旅行は無理ですが、物理的に高いところへ。いろいろ考えてみた結果、まさすが港の赤い鳥。走ってきたふりして、胸の鼓動の速さを隠してみたの。僕は君の手をすぐにあげる、権利をもらうよ。飛行エレベーターのように雲を抜けて、の心よさでないと300メートル登れば少しわかるくなるかもね。つまり子供からしだけれど、君が少しでも伝わればいい。地図よ、君も上に連れて行きたいよ、16の外へ。見え隠れしてる気持ちは多分バレているんだろうけれど、今はそれ以上君を救いたい。こいつも太陽の力を借りて白く輝いているお月様、同じように頼ってくれませんか。いつか16の鎖を断ち切り、君を連れて去れないと、辛いことや悲しいことも全部6分の1。宇宙船はまた先だけれど、そこにたどり着けるまで出会いたい。